サイドさんをね、読んでなんか動画撮りましょうよ。あ、よろしくお願いします。もう俺のチャンネルサイドさんをだいぶフューチャーしてギターヒーローにしていこうっていうプランがありますんでね、これからのギター業界を背負っていく人間として。これ銀座さんより年上っすよ。そうですよ、そうです。だからもう年齢関係ないじゃないですか。フェンダーの服着てるんですから。もうユニクロ製ですけど。あ、これユニクロなんですか。そうなんですよ、コラボした時のやつを買ったんで。マジですか。あのフェンダーとギブソン両方出た時に全種類買って、あとファイヤーバードとかレスポール買った。めちゃ金持ってるじゃないですか。いやいや、すごい安かったんですよ、これ1万1000円切るんですよそんなどうでもいい話いいな。安いっすね、めちゃ安かった。全部1000円切るよ。何時に起きたんですか。日付変わる前です12時。そうですね。マジですか。はい。ほんで今日何時に寝るんですか。今日多分また普通に帰れば多分19時前には寝てると思いますどんな生活してるんですかまあでも健康的ですよね。日が暮れたら寝ると。そうですね。で、はい、夜中にギター弾くって感じですね。12時ぐらいってことですか。2時ぐらいに、カタナエアに、はい、イヤホンつけて、はい、ギターの練習するぐらいです。これが現代ギターヒーローの生活ですからやりましょう。今日はよろしくお願いします。まだ僕も使ってないんですけど。いや、まだ使ってないんですか。はい。今日初です。マジですか。音とか出るんですかこれ。ちゃんとそれもあれですね。もうもう出えへんかったらほんま引きずり回されますよ、もうなんかうらーじゃあこれ何なんですか。ボスの何なんですかこれ。ボスの PW10 っていうやつなんですけど、通称 VWOW って書いてあったんですけど。 WOW ね。 WOW なんですよ、はいはいはい、あくまで。ただモードにユニバイブモードとか、トーキングモジュレーターモードとか、いろいろモードが変えられるみたいで。マジですか。多分歪みもプラスされるんですよこれ。なんかプリセットもなんか残せるみたいな感じなんだけどホームページで見たんですけど今朝急いでホームページに行ったんですよ。ごにょごにょそこの問題やないですか。じゃあやっていきましょうよ。クリーンにした方がいいんですかね。ああ、そうですね。あ、来てる。これユニバイブモードなんで、クライベイビーモードでやってみますか。いいっすね。これ、俺踏みましょうか。あ、これでモードが変えられるんですね。そうですね、はい。これ何、普通のワゴモードですか。そうです。ちょっとモード変えていってもらってもいいですか、なんか。そうなんですか、これボックスタイプだと思います。ボックスタイプ。あ、これがなんかあれですか、トーキング。接触じゃないですかこれ。いや、多分この緑が光ると、
モードが変わってるんですよ。勝手にあのもともと入ってたあのパッチが作動しちゃって、多分あのかかとを強く踏むと、多分だからこの むずあ、かかともなんか入ってるんですね。かかとでこのプリセットを変えるっていう機能です、お前やかかとで入った。前でスイッチみたいな。そうですね、はい。あ、ほんまや。強くするとかそういうことですか。てな感じですか。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。いや、結構自分でできるかどうか不安になってきました。買ったはいいもの、ね、買ったはいいもの、そういうのありますよね。なんかセッションでもします。コード弾いてもらってやりましょう。ギターヒーローの道。コード弾けるのないんですか。ほんで6時に寝るでしょ。そうですね。